い、戻ってまいりました。うーい、黒さんがさっき武蔵浦を通過通過通過つかさ、星野さ、星野ってさ、星野ってさ、ダメじゃね、ダメだな、それな、怒んないで。ねえねえ星野さん、ちょっと今の細川ちゃん、ダーク細川だった一瞬今の、今の返答にさ、細川さん使おうとしてたのはダメだったかな、うん、食い止めたけど、この辺まで来て食い止めたけど、食い止めてしまった。カードが挿入されていません。わかってるよ、車さん。地味になんでさ、月曜日さ、俺も警告したいの星野さんだけ返答されたの、あれあ、じゃあ俺の体験談だからじゃないの。だしさ、それまあさ、あれさ、星野が電話かけたから星野に返答送るのもいいんだよ、うん、一番最初細川さん空いてるって言ったの俺なんで、うん、なんかなと思ってね、二人ともありがとうとかじゃねえんだなと思った、うん、まあ確かに俺も、あ、俺だけなんだと思った、うん、そうだね、あれ星野だけ電話してもあんま結果変わんなかったね、よく考えたら。今度から細川さんに関して何も関与しないようにしよう顕著に現れるやっぱ結構こういうことだと思うんだ、細かいことだけどね。クロスさんはさ、電話してさ、うん、だから気をつけてくれ、一応クロスさんも、お、二人ともありがとうって、やっぱこういうとこだと思うんだ、うんうん、やつの精神はどす黒い闇が深いっていうネタ、っていうネタでした、うん、いいもん、俺細いから褒められたからあ、ありがとう早川から結局何も来ないんだけどな、そっちの方が悲しいよね、よく考えるとなんか立ち直ったわそっちの方が悲しいわ、俺がその優位に立つことなかなかねえから、うん、大体何かしらで最後落ちるから俺は、うん、でも今思ったのはさ、うん、そこらフェアになっててよかった、早川にさ電話するのも俺だったら俺悩まくりだわ悩みポロリンヌだわもうポロリンヌ、うん、8月14とかって入ってない、ごめん予定が入ってる、分かった、キャンセル電話キャンセル、いや、もう可能性、電話してちょうだいみんな買うなら竹本ピアノ、電話してちょうだい、みんな丸く竹本ピアノ、逆転のさ発想でボイスメッセージ送ってみようぜ電話してちょうだい怖え、俺だったらそいつをまずブロックするけど覚える、じゃあ俺猫の役やから、にゃーむの役やから俺がいかダンってあれ使う、そうダンにゃーお前電話してちょうだい、もっともっと竹本ピアノ打ってちょうだい、てか早川からしたらさ、急にさ、ボイスメッセージ来た上にさ、電話してちょうだいって、あ、ごめんごめん、電話無視してって思うけど、ピアノ売れってそうそう、ねえよ、って俺んちねえよ、ピアノあったらどうすんね、あったら買い取りでしょ、あったらいくらですごいんだ、これがすごいところはさ、うん、お互いに利益を生まないってことでね早川からしたらさ、うん、うちのピアノが消えてさ、親とかがちょっと困ったりするかもしれないじゃん、うん、星野かしらいらねえピアノ買い高額買い取りしなきゃいけないって非常に不平等条約、置く場所ねえし、うん、置く場所ちょうだい本当そうだよ、うん、ごもっともだよ、ピアノの前に置く場所ちょうだい、いやその前にこの取引やめてちょうだいでしょ、ついついつもうそんなそこまで言わないから、やめてちょうだいワイルドだねワイルドだよ
やめてちょうだい。もう俺が最初ワイルドだねーっつった時さ、星君めっちゃ笑ってて3分ぐらいで笑って。明日積もる時積もるからね。ダハハ言うてたよ、浜田だったよなんて。ちょっとね、あれはきつかった。きつみ、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 きつみ。急に星がキモくなったよな、うん、いや、いつも通り。おう、なっちゃん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 、黒さんはなんで2見てんの。なんで2の絵文字見てたの。うん、着いたら連絡しての2だけ絵文字にしようと思ったの。それいいね、かわいいね。そういう選択肢なかった。もうそっち、もうお前が話して、お前が話してること聞いてたからさ、うん、もうなんかしねえけど、果てマークつけ書いたじゃねえかよ。着いたら連絡してくれみたいなやつだじゃん。なんだお前、疑問なんだ。じゃあ今度はさ、果てマークまたつけてさ、で、もしちょうだいって送ってこって。はって言い返ってくる。はって言うたら送る。は、何電話してほしいの。そう、欲しいの。足がしょうがないんだから。しょうがないんだろう、さすがについてるかな、もう時間的に。ついたら教えてちょうだい。頼むから連絡ちょうだい。みんな待ってる工藤の到着。ちょっと最近さ、そういう語呂合わせ上手くなったよね。今まで字余りが多かったのにさ。でも今回もちょっとあんまり上手くない。いや、まんまリズムに入った。前のマシンがすげえ余ってたからね。ワンフレーズ分が余ってた。その能力ちょっと惜しかったな、惜しかったな。うん、ほら、それはネタとして美味しいからさ、うん、全然やってねえじゃねえかよっていう。例えばさ、昔の星野からするとさ、ウルトラソウルのリズムでさ、石村けなそうとするとさ、うん、普通だったらさ、なんかさ、綺麗に収まるようにさ、石村キモイとか言うとこいじゃん、うん、なんかさ、石村の顔面キモイって言ってくる。すげえ字甘い感が半端なかったからね。最近ね、すごいね、収まるようになって石村大単純単純すごいよな、早朝か殺されるやつがいるらしい。何をしたんだろう、前世で悪いことしたんだろうな、きっと、うん、いや、前世とかも今世でやってるから。今世紀最大のミス。神を作りし、今世紀最大のミス。すごいな、神に名指しで失敗作だと言われる男、うん、世界の字余りだから。世界で唯一詐欺師に騙されなかった男。あ、それ俺だわ。おかしいよ。唯一ってひげえな、なんか詐欺師に忘れ去られる男。神の不在証明。そろそろついてるかな。でも連絡来ないんだよ。あ、でも見た見た記録。家政婦は見た。何を。工藤さんを。なんで。申し訳ありませんでした。もう思いつかなかったっす。おー、今の正解なんだろうね。工藤さん何を。ね、見た。ね、工藤さんはなんで見たんだろうね。工藤さんは、じゃあ家政婦はなんで工藤さん見たんだろう、ね、あ、本間だっつって大声上げて爆走してたから。びっくりした、一瞬バスがさ、左ウインカーで来てたらさ、ここ入ってくるのと思ってさ、ここ入ったら大変なことにならないと入ったらやべえ、うん、いや、お前が一番入っちゃいけないところだし、お前営業なんやろ。そもそもどうなのと思った。どうしよう、あの横のさ、次着く駅みたいなところさ、ホミホミ変わってた。これ、それで、まあ一番面白いのはさ、ファミモファミモとかじゃなくてさ、運転手がいてさ、はい、皆さん、トイレ休憩の時間ですよとかいうのが一番面白い。はーいっサラリーマンの50歳ぐらいのおっちゃんだから。はーいっ汚ねえ絵面だな。汚ねえな、おい。汚ねえな、おい。でも俺ら
水が汚い絵面になっちゃうんだよ。でも JK とかはーいって言ったらちょっと星にはでしょ、いいねこれはってなんでしょ、うん、何今ジッポライターつけたの。半開き換気から換気したんだからガスが溜まっちゃう。ダメだった。別に別にすまなかった。いいえ、まあそろそろなんだろうな、多分一応動いとくか、うん、ここからから出発するんで一回カットします。